ジョゼフ・スワンサー、ジョゼフ・ウィルスン・スワンは、イングランドの物理学者、科学者。その最もよく知られた業績は、白熱電球の発明である。スワンは1828年にビショップ・ワーマスのパリオンホールで生まれた。彼はこの地で、薬剤師の徒弟となった。その後、入荷するアポンタインのモースン社という、薬剤製造会社の共同経営者になった。 この会社は1973年まで、モースン、スワン及びモーガン社として存続していた。スワンは1894年に、王立協会フェローに選出され、1904年に、ナイトシャクに除されている。彼は1914年に、サリー州ウォーリンガムで没した。スワンは1848年頃にはすでに、白熱電球の実験に取り組んでいた。 減圧したガラス球の中に炭化した紙製のフィラメントを入れるというコンセプトであった。1860年までには試作品を実際に発酵させることに成功し、不完全真空、炭素フィラメント、白熱電球の特許をイギリスにおいて認められた。だが彼の電球は十分な真空度及び電力供給が得られなかった。ことから小型化と長寿命化は果たせなかった。 15年後、スワンはより優れた真空引き技術と炭素フィラメントを持って電球の問題に再び取り組んだ。彼が開発した電球の特筆すべき点は、ほぼ真空である玉内に微量の酸素を残留させていたことで、これによりフィラメントは燃えることなく定常的に白熱し発光した。耐久性に関しても、 1878年12月には40時間の寿命を達成した。しかしながら、スワンのフィラメントは電気抵抗が小さいものだったため、電力の供給には太い導線を必要とするという端所があった。スワンの電球に関する特許がイギリスで認可されたのは1878年のことであった。これはトーマス・エジソンのソレの1年前である。 1879年2月、スワンは入ッする科学協会に成功の報告をするとともに入ッするアポンタインで電球に関する講義と実演を行っている。同年、彼はイングランドの一般家庭と歴史的建造物に電球の導入を始めた。ゲイツヘッドのローフェルにあった彼の家は電球が灯った世界最初の家となった。 1881年に彼は、スワン伝統会社を創立し、商業的に電球の生産を開始した。1883年、エジソンスワン連合伝統会社が創設された。エジスワンと、通称される、この会社は、スワンが1881年に発明した、セルロース製フィラメントを用いた電球を販売した。セルロース製フィラメントは、 エジソン社を除いて業界における標準となった。エジソン社は竹製フィラメントを使い続け、セルロースに転向したのは1892年の合併でゼネラルエレクトリック社が創立された後のことであった。1886年、エジスワン社はロンドン北部のポンダーズエンドにあった重度加工所後に製造拠点を移した。エジスワン社が イギリス発の真空管を製造したのも、1916年、ポンダーズ・ウェンドに設けた工場でのことだった。この地区は、20世紀における、電子部品産業の中心地となった。エジスワン社は1920年代後半に、BTH 社とあえ社に吸収されている。出版写真に取り組んでいる際、スワンは、中華銀環交代の観光度が、 熱によって増進することに気づいた。彼は1871年までには、出版の乾燥化法を考案し、写真術の世界に勘弁性の時代をもたらした。8年後、彼は、因果史の特許を取得した。ABC 上、万春吉、エレクトロニクスを中心とした、年代別科学技術史日韓工業新聞社、2001年。 ISBN4 から526048348、ランプ・インベンターズ1880から1940、カーボン・フィラメント・インコンデッセント、ハット・パム・ D、ザ・ニュー・エンフィールド、ストーリーズ・オブ・エンフィールド、エドモントン・アンド・サウス・ゲート。エイジュビリー・ヒストリー、ロンドン・バロー・オブ・エンフィールド・ライブラリーズ、アーツ・アンド・エンターテイメント・デプト、ハット・ルイス、J ・ジェロンドンズ・レア・バレー。 モアシークレッツリビールドフィリモア ISBN1860771904 ありがとうございます。